皆さんこんにちは、かなのあですぴーん。今回は、はい、初めての3000円企画イエーイやっていきまーす。なんでなんかさ、3000円ってさ、あんまパッとしない、中途半端、中途半端でも、それにもちょっと理由が、下手したら気持ち悪くなってしまうんじゃないかみたいなものなんで、ね、ビビってるんで、ビビってるんで、初めなんで許してくださいから、だんだんハードル上げて、だんだんハードル上げて。じゃあ3000円企画で今回買ったものは、せーの、ドン。はい、ということでこちらコンビニスイーツで、今回は3000円企画をやっていきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあこれで何分でこの3000円分のスイーツを食べきれるか測っていこうと思います。せっかくなんで測っていきましょうね。じゃあ早速3000円でスイーツ食べていきましょう。おう、おう、いただきます。スタート。わかりました。軽いものかな。かな、わらび餅食べよ。もちとろいちごミルク。かわいい、なにそれ。なあは、きなこわらびです。おいしい。喜んでる、かわいい。どう、もちもちしてる。あらだ、おお、一つ完食ですね。うん。意外といけるかも。じゃあかな、ストロベリーショートケーキ食べる次。おお、わらび餅食べました。お、お疲れ様です。やばくない？めっちゃ喜んでる、かわいい。20分で食べきろ。待って、まだ10分も経ってないけど2個しか食べよって。まだ以上、ヒンタラ食べて。そうだよ、うん、はい、食べた。美味しいですか？あ、うまい。どれ食べよう。塩舐めたい。肉が恋しい。あ、お肉食べちゃうよ。お肉食べちゃうよ。叫んでる。うまい。エクレア食べます。ないわ。ちなみにスイス何個食べたい？1、2、3、4、4個と途中まで。カナは5個食しました。結果食べきれず、このスイーツはお家に持って帰って家族にあげます。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価良ければよろしくお願いします。お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。